はい、ということで始まりましたけども、どうも皆さんこんにちは、ポッキュレッシュ、どうも、うん、本日もやっていこうかなと思うわけでございますけども、人狼里もとっくに飽きとるよ、俺とっくに飽きてるし、見てるお前たちも飽きとるだろ、これ。急に村行きます。昨日はたまたまかそってただけだと思います。今日はいるんじゃないですか、うん、何これ、いなすぎ急に村、あの、でっけ、9人村はもう一番何普通の霊能とかおるやつ、うん、何言ってるか分からんし、うん、何言ってるか分からんし、はい、これはい、9人村一人ぼっち、もう二度とにやらない9人村、二度とやりません、6人村しかありません。はい、6人村でやっていきましょう。はいはい、あれだ、なんで準備完了してない人がいるの、うん、準備完了、いやもうダメだ、これ押さない、こいつら、もううんこだ、うんこの人たち、うん、うんこの村人、こいつら、うん、うんこ村の村人だこれ。はい、これじゃあ準備してきますか。だからなんでみんなよろしくお願いします。声汚いからやめよう、声汚いから絶対やめよう、うん、声汚いホストがいるから絶対嫌だ、うん、さあ、お、あ、イージーすぎ、え、簡単すぎ、声でか、声でか、占い師で出てきて占い結果言わない で、 で、うん、何、売られそうになったら、うるせえ、お前知らねえよ、誰だよ、お前のクソみたいな演説聞きたかねえんだよ、まあ、こっちは。クソ気持ち悪いな、ドヤ顔でなんか語った、なんだこれ、部屋が違う。よし、準備をそう、お願いします、お願いします、お願いします。よし、はよ、せって、あ、始まった、いきなり、いきなり始まった。役職をお選びください。役職はいい、選ばない、選択しない場合、うん、余っている役職が、うん、それで、それでええんよ、それで、村人やらせろ、村人、あなたの役職は、わー、うわ、人狼だ、夜が更けました、人狼だ、人狼に気をつけ、人狼の方は夜のアクションを行ってください。こんにちは、こんにちは。あ、こんにちは。何番ですか。あ、3番さんです。あ、5番さんですね。5番です。あ、よろしくお願いします。お願いします。え、なんか、とりあえず話すことないですね。そうですね。占い師出ますね、僕。あ、了解です。あ、終わっちゃった。切れちゃった。うん。じゃあ、俺も占い師で出よう。うん。夜が明けました。とりあえず俺も占い師。昨夜は、誰も死にませんでした。あ、じゃあ俺騎士にしようかな。発言ターンに入ります。3番のプレイヤーが発言します、うん、早せ。あ、4番さんは、あ、うん、僕占い師です。何、あ、4番さんは人狼じゃなかった。何、4番なお前短っ、短いなお前は。そうですね、はい、私は騎士です。また後々いろいろ話していこうと思います。何言ってるか分かんない、なんてお前滑舌よ、滑舌甘いやつしかいねえわ。はい、僕が真の占い師です、はい、6番さんに白が出てます。お、マジか。で、3番さん4番さんに人狼って言っちゃったんで、3番さん普通に破綻してますんで、うん、今日3番さん釣ってください。で、4番さん騎士ですし、普通に 1,2 どっちか占ったら勝ちですから、お願いします。今日3番さんってくださいね。はい、以上です。はい、6番何ですかのプレイヤーが発言します。はい、村人純也です。はい、5番さん占い師を知る出しありがとうございます。完全に3番さんと4番さんは初心者って感じですね。3番さんが一応占い師で、4番さん一応白出しして、うん、4番さんが騎士って感じですかね。うん、まあ二巡目を見たい感じなんで、はい、とりあえず、うん、二巡目、とりあえずのあと何の間だったんだ今。絞り値、絞り値見ていきたいなと思います。絞り値ってなんだお前。1番のプレイヤーが発言します。はい、どうも、1番の陣川玉尾です。あ、特に使い見ないあの名前です。うん、特に今回の週で気になったのは3番さんの一番最初の失言かな。人狼って言っちゃったね。うん、つまんない。普通に村白でしたでいいんじゃないかな。ランダム占いで白でしただけで。
あ、つまんない。うん、なんで相手そこで人狼って言ったって話だよね。まあ、そこちょっと気になるってポイントです。なんだ5番さんに関しては、まあ、普通に上級者の方だなと思いました。はい、初心者に村にいる理由がちょっと分かんなかったです。そこら辺は触れないです。うん、触れちゃったけど。何言ってるか分かんない。6番さんに関しては2周目の発言に期待したいです。ちょっと何言ってるか分かんないです。うん、5番さん軸で見るなら、5番さん白で見るなら、ちょっと何言ってるか分かんないです。4番さんも白だから、まあそうなると3人しかないのかなって。はあ、何言ってるか。僕サブアカです。サブアカで来ると面白いですよ、意外と。何言ってるか分かんない、知らねえ。ドヤ顔いらねえんで。しか僕今のところ見てないです。3番さんの発言に期待します。以上です。2周目頑張りましょう。進行論とか言えばいいんじゃないか。2番のプレイヤーが発言します。はい、すいません。いや、こんなに出ると思わなかったんですけど、どうしたらいいんだろう。僕、占い師なんですけど、初日ランダム占いで、1番さんだったんですよ。で、1番さん一応白だったんで、まあ、そうっすね。まあ、白っていうことです。はい。1番さんが白っていうことです。はい、すいません。で、まあ、そんな感じなんですけど、まあ、とりあえず、めちゃめちゃなんか占い師がいて、いや何が何だかわけわかんないんですけど、いやもうどうしようかなって感じなんですけど、はあ、まあちょっと、まあ、一応1番が白なのであれば、まあ、あとは3,4,5,6のどれかかなっていう感じなんですけど、なんかちょっと3番がちょっと怪しげな発言をちょっとしょっぱなしてたんで、なんかそこ気になるなっていう、ところを初心者だからミスったのか、それとも本当にまあ人狼なのかどうなのかっていうところがちょっと気になります。はい、以上です。3番のプレイヤーが発言します。、はい、5番の人は怪しい。4番のプレイヤーが発言します。なんだそれ。とですね、私の中では占い師と言っている方たちが一番怪しいと思います。いや全員で、じゃあ全員じゃねえか。のプレイヤーが発言します。あのね、これね、普通に 2,3 狼だからね。いやまあ普通に人狼殺番でもあったんだけど、2番さんって結局3番さんの発言、初心者ですれやってんのか人狼なのかって言ってる時点で2番さん3番さん助けに来てるし、3番さんってまず俺にしかヘイトを向けてないし、だから普通にこれ 2,3 ローローのラインしかないんだよね。こいつ売ってきた、こいつ売ってきた、マジで超ダリ。3番さん普通に4番さん人狼って言って超ダリしてるし、こいつ売ってきてる。今日普通に3番さんから釣ってもらってて、明日2番さん釣ってって感じで。いやマジで、はい、発言聞いてもらって2番さん目線もおかしいってわかるけれども、村目線で発言確実におかしいなってわかるのって普通に3番さんだから、今日3番さん行こうって感じだね。まあ、とりあえず一発目は俺は守ってるんだよね。普通に 5,2,3 で二人狼と一人占い師、俺が占い師で 2,3 の二人外だから、今日3番さん釣ろ。まあ、だから占い師全員出てるから占い師が怪しいとかっていう話じゃなくて、3番釣ればいい話だから。お願いします。6番のプレイヤーが発言します。そうっすね。僕目線も。まあでも俺が占い師って出たってことは、俺か黒、あ、俺か5番が厳しいっていうことでしょ。3って、うん。どっちかが狩られるっていう話になっちゃう。まあ2かなって。まあ2しかないですね。はふざけんな。そうなってくると。ふざけんな。3つって、2つって終わらなかったら。いや、5いけって。5を占いに行けって。で俺はソロで、ソロ人狼で楽しみたいんじゃん。多分終わると思うんですけど。ソロ人狼で買っていきたいんじゃん。じゃあ今日は3で。いい加減せ。1番。のプレイヤーが発言します。はい、どうも、一番おちんかすたまです。4番さんはすごい面白い発言するなと思った。つまんな。占い出てる人が全部怪しいです。まあ確かにそうだよね。うん、占い出てる人がおかしいんだもんね。3人とか初めて聞きました、正直。もうびっくりです、今のところ。いや俺がソロでやりてえからだ。うん、とりあえず3番さん、俺がソロ人狼やりてえからだ、バカが。僕目線3号のラインあるのかなと思いました。俺がソロ人狼やりたいからじゃん。ブーメラン刺さってますと思いました。5番さんね、ごめんなさい。5番さんが言ってることブーメラン刺さりますなと思いました。だからとりあえず2、3ラインあるんじゃないのって言って2番さんが囲ったんじゃないのっていうのを5番さんにも言えることです、僕目線はね。とりあえず、いやこいつなんか延長してる、こいつうざって思うと、こいつ延長してる、お前のトークマジうぜ。まあ、6番さんほぼ隠しろで置いていいんじゃないかなっていう盤面。とりあえずトークがうぜ。3番さん黒での 5-2 どっちかのラインで今これは見てるからね。とりあえず2番さんが僕に白出ししてくれたんで、まあ、2週目の発言で、まあ、精査するんだ。あ、2週目の発言での次の日に関わってくる精査もしてくれるんだけど、とりあえず今日は3ずり以上しか飲めません。作ったな、こいつ削っとけよかったな。うん、どうなんだろう。
騎士が4か。ちょっとこの騎士1ちょっと難しいぞって話だな。うん、騎士さん1周目は出ない方がいいですよってことは言っておきます。うん、あの太鼓の時はね、騎士出ない方がいいです。いや、うざいし、トークがうぜえ、うん、お前は初心者の方なんで、ね、お前はトークがうぜえんだ。あと3番さん進行論っていうものが存在するので、そういうのをしっかり勉強して言っていけたらいいんじゃないかなっていう感想です。以上で3ずりしか飲めません。以上2番さん任せてます。2番のプレイヤーが発言します。とりあえずまあ3番がまあ釣るっていうのは間違いなくそれはオッケーかなって僕は思うんですけど、いや その後ちょっと正直僕的にはまあ今562だから僕がですよね、56と僕が占い師使用していて、で誰が真の占い師かっていう話なんですけど、まあ、とりあえずまあどうだろうな、で532でしたっけ、532でしたっけ、あ532か、うん、すいませんすいません、あの読み間違いしました、すいません。532なんですけど、まあ、とりあえずまあそうっすね、3はちょっと怪しいのと、でまあ残るは5か僕なわけじゃないですか、どっちかがまあ人狼ってことですよね。いやどっちだろうなっていうことなんですけど、まあ僕じゃないんで、そうなってくると35っすね、35で確定じゃないですか。はい、でそうすればあとはどうしよう、1はまあ白なわけですもんね、まあ発言から聞いても。そうなってくるとまあ3号でまあおそらく人狼じゃねえかなっていうことなんで、あと初日3入れて次5入れて、でそれで村人の勝ちってことでいいですかね。はい、お疲れです。全プレイヤーの発言が終了しました。いやこれはちょっと厳しかったな、これはマジで厳しかったなこれはガチ厳しかったな、マジで。3行って1噛めばいいんだ、うん、3行って1噛めば OK、 勝ちだ。はい、3で、はい、3行って投票が終了しました。うん、追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。完璧だね。後悔するぞ、もううるせえ、後悔するぞ、うるせえ、何がだよ、何が後悔するんじゃ。人狼に気を、人狼の方は夜のアクションを行ってください。あ、ですあの1勘ときましょう、そしたらもう勝ちなんで。もういやいや4だよ、4騎士だから、うん、4どこ自分守れないから、だからいや大丈夫大丈夫、あの1を1のうざいやつを言って、いや違うって、1のこいつ分かる、いやバカかよこいつ、無能すぎるだろこいつ、マジ無能だわ。1だって。そうすりゃあとはなんかしょうもねえやつしか残らねえんだからさ。夜が明けました。うん、バカが。1名の方が亡くなりました。1切って4切りゃよかったんだよ、はい、あ、そういうこと。なんだよマジか、勝っちゃった。そのパターン走ってた。あざっす、あざっす、なんだそりゃあざました、やばやばこれはやば、あざました、あざました。なんすかそのトリッキーさ勝った。いやだから俺トリッキーって言ったじゃないですか。完璧に勝ったっす、完璧ですよ。いやもう夜の時点でちょっと2532あるなら25もあるじゃんと思ってあこれ積んだかなと思ったらパーフェクトでした、だったな。パーフェクトです、あざっす。いやでも25っていうのだったら普通に5が出てる時点で2の出るメリットよっていう話なんだけど、ね、まあそうですね、後出しした方が絶対そう、まあそうなると信憑性高くなるかな、5が。もうパーフェクト勝ちです、ありがとうございます。2黒はちょっと見ました、2周目で。でも5黒は全然見えなかったな。もうすごもう完璧パーフェクトだったんで、あざっす、あざした。5がうますぎる。はい、ということでございます。すげえな俺。それではありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。はい、大丈夫3番さん。はい、ということでね、これはもうパーフェクト勝ちだったんで、はい、もうパーフェクト勝ちです。意味がわからないですけど勝ちました。はい、よくわからないけど勝ちました。はい、すみません、勝ちました。いやもうちょっとやりたかったな。ちょっとまああの余裕勝ちということでありがとうございます。はい、ということでね、また勝ちました私、ありがとうございますということでね、それでは皆さんまた次回の、動画でお会いしましょう。それでは皆さんさよなら、バイバイ、ピッ。